YouTube お休みしててすいませんでした。こんにちは、アスリート個別栄養サポートの北みのりです。本当に YouTube ちょっとしばらくお休みさせていただいてて本当すみませんでした。というかこう私自身がすごく悔しかった。というかこう皆さんにお届けできなくてすごいもどかしかった期間ではあったんですが、本当にセミナーが先月終わって、セミナーがこう一般のね方に向けてのセミナーがですね、終わって、ここのところずっと毎週のようにセミナーが続いていて、で選手たちのサポートもねもちろんこう本当に全力をかけて毎日している中で、もう5月から6月の初めにかけてですね、めちゃめちゃ全力投球をしていたことでですね、 YouTube までこうたどり着くエネルギー切れを起こしておりました。で今日はちょっとねそのお話もさせていただけたらなと思っております。で私自身ですね、すごいこう正直現状維持って衰退やっていう風にすごい思っていて、で私自身 YouTube もねもっともっと進化していきたいなと思ってるし、皆さんにお届けしていきたいなっていう風に思っています。で選手の皆さんもねパフォーマンスにおける職もすごいそれしっかりだなと思っていて、トライアンドエラーでどんどん良くしていくっていうことがすごく大事だなっていうふうに思っています。もう本当に大事で、伸びてる選手と伸びてない選手の違いってすごいお話をするんですけど、私のことをすごい全力で活用している選手の方がやっぱりすごい伸びてるなと思います。何でも聞いたり、もう風邪をひく前にやっぱ連絡をしてくる選手、何かが起こる前にあこういう警告ちょっとこう思ってるんだけどっていうふうに私は活用してもらってる方が本当に伸びてるなっていう印象を受けます。なのでもしこれを見てくださっている方だったり、こう何か思い当たる方、ぜひもう管理用紙だったり栄養士さん周りにいらっしゃる方も含めてどんどん活用していっていただけたらいいんじゃないかなと思います。本当に過去ってこれまでの自分の積み重ね、選択の積み重ねでやっぱできているので、こうその選択が微妙だったからやっぱ今すごい不満な方とか、自分の体に対して不満な方とか何かエラーが来ている方で、やっぱりこれまでの何かこう生活習慣だったり積み重ねで意味があるので、これからをもっと良くしていこうと思ったらやっぱり今の自分を知ったり何か変えていく必要ってすごくあるなと思っていて、私も今回こうセミナーを全力でやらせていただいて、こういろいろ気づきもたくさんあって、まあ今以上に元選手たちをたくさんサポートしたり、こうやって YouTube でお届けしようと思ったらやっぱりどんどん変えていく必要があるなと思っていて、今スタッフさんをこう増やしたりですね、こうみんなと一緒にいろいろ作っていくこう動きもしています。なのでこう選手の皆さんもどんどんこう皆さんと一緒にねパフォーマンスアップしていけたらいいなと思っています。なんだか何を伝えてるのか分からなくなってくるぐらい、本当に私はこの1週間すごいこう悔しいというか、皆さんにお届けできないこう悔しい思いもしつつ準備をずっと整えていました。なので悩みがある方はぜひ頼っていただけたら、あなたの全力で、もう本当に全力であなたのパフォーマンス上げることにエネルギーを解釈してね、皆さんで私も注いでいけたらと思います。で本当正直ぶっちゃけますよ。で会社運営もしてるんですが、会社からしたらアスリートの事業本当利益少ないんですよ。他の収益高い事業やってる方がよっぽど儲かるし、でも私がここのサポート、アスリートの栄養サポートしたりこうやって YouTube 発信してる理由ってお金じゃないんですよね。でむしろ少しでもスポーツ栄養の業界に携わったことのある人であればすごい体感すると思うんですが、正直もう超ハードワークなんですよね。で1時間選手たちとこう面談する裏側で何時間もスタッフとやり取りしながら、検査類だったりもうドクターとも連携ですよね、何時間もこうやり取りをしながらその1時間選手のサポートをお伝えをしていってるんですよね。でこの YouTube も本当にしっかりです。たくさんの方が関わってくださって皆さんにお届けをすることが本当にできています。で私は本当にこのアスリートの栄養サポートを天職だと思ってるし、少しでも怪我で悔しい思いをしたりですね、もっといけたかもしれないって思う選手が本当に一人でも減ってほしいなと思っています。で世界一の笑顔の瞬間をねみんなで作っていけたらなと思っています。そうじゃないともうとっくにやめてますこの YouTube も、本当私もうやめてます。で本当ちょっとずつ
もう本当新学期始まってね、ここのところこう新規の選手もずっとストップしていたわけなんですが、もうセミナーも毎週あってね、でとにかく5月のセミナーにエネルギーをもう全じゃないな、選手たちのサポートも含めですよ、もうサポートに全集中していたんですよね。で、本当 YouTube にこうちょっとエネルギーを注げなくなっていったので、ちょっと立て直しを図っておりました。で、また、まあ、今週もね落ち着いてると思いきやそんなこともないんですけどしっかりねこうお届けできるように準備を進めていけたらなと思っております。なのでちょっと温かい目でこれからも YouTube 見ていただけると嬉しいなと思っております。今日は、まあ、そんないろ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 あったので、みなさんで世界一の笑顔の瞬間を食で作っていきたいなということがお伝えしたく、ちょっと動画を撮りました。今後ともこのチャンネルをよろしくお願いします。皆さんで世界一の笑顔を作っていきましょう。アスリート個別栄養サポート北見のりでした。